AS-365、AS ドーファンウォール日本ヘリコプターの AS-365、N2AS-365 は、アエロスパシアル社が開発した、中型双発ヘリコプター。AS-365 の五の高性能版である EC-155 を含めたシリーズの相性同ファンは、フランス語で、イルカのイ、SA-360 同ファンをベースに開発された、ことから、同ファンにと呼ばれることもある。 2009年時点で AS365、EC155 とも現行機種として販売中である。高速、超高速距離の中型双発ヘリコプターとして開発され、1975年1月24日に試作初号機が初飛行した。ビブテールローターが、遠筒成形の中心に埋め込まれた、フェネストロン形状、主脚が引き込み式などの特徴がある。 消防防災ヘリコプタードクターヘリ、警察ヘリコプター、報道、物資や自民の輸送など、あらゆる用途で運用されている。アメリカ沿岸警備隊に導入された HH-65A はエンジンがライカミング LTS-101 から750バイトに変更されたほか、各種部品も純国産化、国内でライセンス生産されたものに変更したものである。これは、 アメリカ軍及び沿岸警備隊が海外製品を用いる場合には、バイアメリカン法に基づいて、大部分を米国製製品に切り替えることが必要なためであった。埼玉県防災航空センターアラーかは2号、民間用派生型の他に、救難型や対戦車攻撃型、対戦型などの軍用派生型があり、AS565 パンテルと呼ばれている。 海軍機や沿岸警備隊機としての需要が多く、陸上型の売れ行きは不審であったものの、中国でのライセンス生産型である Z-9 は中国人民解放軍陸軍の中型汎用ヘリコプター及び武装ヘリコプターとして用いられている。民間用 SA365CE 原型機。エンジンはシュルボメカ社製アリエル 1A2 機。 SA365NC 型の改良型量産機。エンジンをアリエル 1C へ変更。SA365N1 ノルマル型の改良型。エンジンをアリエル 1C1 へ変更。ビブ、フェネストロンを拡大。AS365N2N1 型の改良型。エンジンをアリエル 1C2 へ変更。AS365N3N2 型の改良型。 エンジンをアリエル 2C へ変更。AS365N3N3 型の改良型。デジタルエンジン制御システムのアリエル 2C へ変更。AS365N4N3 型を高性能化、低層温化した機体。詳細は、ユーロコプター EC155 を参照軍事用。AS365 回最初に作られた対戦、救難型。 AS565 パンテル軍用型。詳細は、AS565 参照、HH-65 米沿岸警備隊での故障。エンジンは、HH-65A では、ライカミングエンジンズ社製 LTS101 から 750A-12 機。詳細は、HH-65 ドルフィンを参照 Z-9 中華人民共和国のハルビン引き製造講師が、 AS365N をライセンス生産したもの。詳細は Z-9 を参照沿岸警備隊が運用。2017年には運用する3機を AS365N3 へアップグレードする契約を23億9、300万ユーロで承認。アップグレードには機体、新しいエンジン、新しい四軸自動パイロット、改良された全天候型の中野性。 デジタルエレクトロニクススイートの完全なオーバーホールが含まれる。Z-9 各種。耐液済み。創作救難用。同海軍が保有するコレベットに搭載されているが、対戦装備はなく海洋監視に特化している。創作救難及び練習に使用。防災用と車用機で採用。Z-9 海洋監視用に少数採用。耐液済み。 空中勤務相対 AS365N2 型252生存者あり東京消防庁所属機 JA119H ドリが登場終盤にて東京都内が台風の目に入って風が収まった隙に出動し地下に閉じ込められた主人公たちを救助するために開けられた穴の真上でホバリングすると要救助者たちを釣り上げて救助するレスキュー特別高度救助隊 1> 第1話と第9話に横浜市消防局所属機 JA6740 は街鳥1号が登場。第1話では火災が発生したビルの屋上に取り残されたよう救助者の救助を行い、第9話では火災が発生した火力発電所から救助された作業員を収容する。ピースメーカーアメリカ欧州陸軍所属機として迷彩を施された機体が登場。 これはフィクションであるものの、実際に、ベル UH-1 の後継機として、アメリカ陸軍に提案され、シコルスキー S-70 に破れ去った経緯がある。ワールド・アオ・ゼットアメリカ海軍、イスラエル国防軍所属機として登場。アメリカ海軍所属機は、主人公一家を救出する際にパラジャンパー隊員を乗せて、ビルの屋上に着陸する。イスラエル国防軍所属機は、 イスラエルを囲むように築かれた防壁を乗り越えようと、群がってきたゾンビたちに対して、3機が M240 機関銃による機銃装作を行うも、1機がゾンビに接近しすぎたため、ゾンビに飛び移られ墜落してしまう。ヘルシングリップバーン率いる、ミレニアム大隊が、架空のインビンシブル級航空母艦、イーグルを占拠する際、イーグルへ向かうための移動手段として使用する。 オーパス、ローズダスト警視庁所属機、大鳥4号と東京消防庁所属機が登場。大鳥4号は、テロリストグループ、ローズダストによる、東京都内でのテロに備えて、上空から警戒に当たる。東京消防庁所属機は、ローズダストが都内に仕掛けた T レックスが爆発した、現場の上空へ急行する。ありがとうございます。